皆さんこんにちは、シェフ秀樹です。今日も、シェフの思考、この動画を見てくださってありがとうございます。今日はね、歩きながら撮ろうかと、新企画、はい、うちの家の裏をですね、歩いて撮ってみよう。結構ね、ガサガサ言ってるんで、はい、わかります？この猫の子ほとんど人も入らないね、うちの猫とかタヌキとかキツネが歩いてるようなところなんで、足元すごい悪いんで、途中で転んだらごめんなさいって感じですね。このところシェフの思考、久々に日本語で喋れてて楽しいんですけど、ね、でも実際本当にいろんなことを考えてます。報道もいっぱいあるし、今うちもね、在宅でオフィス的な仕事をしながら、別のオンライン系の仕事をして日々過ごしてます。その中でもいろんなことを考えているので、そこら辺をシェアしながらいただいてます。まあこんなね、人の年なんですけど、はい、うらやま、隣のおじいちゃん仲良しなんで、入っても怒らないんで入れさせてもらってます。こういうところにね、住めて本当に幸せだなと思いますよ、本当に。まあでね、いろんな、報道もありますし、本当に仲間がね、みんなね、毎日毎日頑張ってお弁当作ったり、一人でお店やったりとかね、やってるのを見て本当に大変だなと思うし、すごいなって思います。はい、このね、溝部の大変革期に、際して、どの業界も多分大変だし、我々飲食業は先頭を切って大変なグループに入っていますけれど、これからもだんだん時間を経て他の業界にも広がっていくんだろうということは、まあ普通の人だったらわかると思います。そんな中ね、視力を尽くしているシェフたちには本当に素晴らしいと思います。お疲れ様と思います。でも同時に、流れがね、本当に滝に向かってるのか海に向かってるのか、それを分かってるか分かってないかで全然対応も行動も変わってくると思うんですね。僕は国は一生懸命救おうと思ってます。いろんな方を言う方がいらっしゃいますけれど、はい、うちの地域のね、有名店も、生活金融公庫さんだったかな、ちょっと正式名称忘れました国民生活金融公庫だったかな、公庫さんの方からね、急にサポートいただいて、あっという間に融資が降りたという話を聞いて、本当胸をなで下ろしてる、投稿があったりとかするとよかったなと思います。ただそれは結局抜本的な開発で行き過ぎでしかないので、抜本的な解決策にはなってないから、じゃあそれをどうするのかをこれから考えているのが多分彼らがやることだなと思うので、本当にそこにエールを送りたいなと思います。でも実際今回の、変化っていうのはとても本当にドラスティックで大きな変化で、本当我々シェフがどうあるのかまで問われるような、はい、出来事です。まあね、アクティブなシェフって方はやっぱ今日頑張ってますとか、お弁当始めましたとかっていうふうにやって、それこそはっきり言うと、明日明後日来週、はっきり言うと月末までのお話がすごく多いんですけど、月末で終わるはずはないのは普通の感覚を持ってれば、まあまあね、終わりますっていう方もいらっしゃるんで、おすげえなと思うんですけど、そっちがだったら本当にどんなにみんな幸せだろうと思うんですけど、そんなことは多分ないだろうと思ってる時に、じゃあそういう延命策が本当に自分のためになるのかならないのかまで考えていかないといけないよねってすごく思います。自分のケースでは本当にどうやって生きていくかがね、本当に3年前に僕は実際本当にもう断崖絶壁、本当にどうやって死ぬかを考えて、どうやって死んだら保険金を子供たちと妻に残せるかというところから這い上がってきたこともあるので、先にもうですね、この騒動を3年前からずっとやってて、中津とバトをずっとやってきて、ちょっと日が見た瞬間に今日こうやっていろんな世の中の先導が後からやってきたので、今は私は本当にそういった意味ではラッキーだったなとは思ってますけど、その3年間がどんだけ辛かったかでも多分これから皆さんと過ごしていく日々を想像するにあたって、本当になんかもう祈りのと応援の気持ちしかないなと思って、そのためにはやっぱりこういう動画を上げてもいいかなと。あんまりネガティブというかですね、厳しい動画とかきついよって話をいっぱいすると、まあ楽しくもないし、あとね、流言飛語と思われるし、あとディスってるって生まれるのも嫌だなと思って、なるべく言わないようにしようかなと思ったんですけど、やっぱり先輩のコンサルさんとかがですね、行き詰まってるだりとかですね、そういうの見て、2ヶ月前にまあ聞いてくれなかったかもしれないけど、こうなるかもしれませんよって僕が掴んだ情報を流してた方が良かったかなって思わなくはないんですね。だからそれを判断するのが多分その経営コンサルタントさんたちの、
力量だと思うし、まあ僕は経営コンサルタントじゃなくて、ただ、父として、はい、夫として、家族を守りたいだけで一生懸命やってきただけですけど、うん、本当にだから、ね、やっぱり報道とかを見てると、そう、今日ね、いいなと思ったの、すごいなと思ったのがね、僕飛行機好きなんですけど、はい、ルフトハンザってね、ドイツの、はい、もうナショナルフラッグですね、一番大きな航空会社、世界でもトップクラスの航空会社のセーブは、本当毎日、今でも出勤して、もう一生懸命交渉して、融資受けて、もう航空会社なんてもう飲食以上に危ないですからね、もう本当に、航空会社は最悪です、正直って、今の時期本当に。もうはっきり言うと、もう倒産寸前、もう秒読みですよね、はっきり言ってね。そんな中でも、その方ですごい頑張ってて、ね、融資交渉したりとか、いろんな仕事を探してらっしゃるっていう、まあ、本当にスーパー CEO な方だし、だと思うんですけど、そのね、カーステン・シュプア CEO は、うん、おっしゃってるのは、これはただの一時停止ボタンではない、停止して巻き戻してその後に減速して再開する状態だと思うと、正常化へのリセットはないっていうほどおっしゃってるんですね。まあ航空業界は本当にそれぐらい厳しい、飲食もそんなに甘くはないと僕は思ってるんですけど、じゃあその中でそういうふうに戻っていく中で自分が何をやるのか、はい、残念ながらコロナさんはスタートでしかなくて、ここから初めて世の中の変革が大きく始まるでないかという情報を僕はもらってるので、まあ実際これはネットとか見ればわかるんですけど、もう金融崩壊とかね、いろんなあれやこれや、陰謀説から宇宙人説からいろんなものを出して、世の中変わるよ変わるよってもう10年ぐらい前から言われてて、うん、もう僕はこれを聞いたのは15年ぐらい前でしたけど、本当に変わんのと思ってたら、あ、こういうことで始まるのかなって今すごいドキドキしてる、うん、日々なんですね。で、本当はその時言われていっぱい衝撃的だったのは、トップランナーはビリになっちゃうんだよ。急に向きが変わる、時代の向きが変わるとトップランナーがビリになって、ビリがトップになっちゃうんだ。ああ、じゃあビリの僕でもなんかやれるのかなと、そういうふうに思ったのを覚えてますけど、さあ僕、ビリの僕は何かできるんでしょうか。でもとりあえずこうやって動画を撮れるっていうのはですね、当時その15年前にはなかったことで、意見を発表するっていうのは怖くもあり喜びでもあるので、ここで意見を発表してきますけど、本当に本当皆さん、シェフが明日のため、それから来週のため、月末のために頑張ってて、従業員守ろうとしてる行為はすごく美しいと思います。で、と同時にです、はい、やるべきことは、世の中が変わっていくことに対して、レストラン、飲食業ってのはどう変わっていくか、お客さんはどうなっていくか、経済がどうなっていくか、そういうことも含めて、多分オーナーシェフ、経営者の面が、多分これから経営者の面がすっごく問われると思うんですね。はい、料理の面がね、すごくかっこよく問われてた時代があったと思うんですね。ミシュランもそうだし、トップ50とかゴーミオとか、いろんなものが、ランキングシステムがあったり、もう報道もあっち見てもこっち見ても、美味しいご飯ここにいます、有料なシェフここにいますって言って、もうきら星のごとく、食の情報がいっぱいありますよね。そんな時代はとりあえず終わってしまって、全員が本当に食うや食わずの状態からもう一回スタートしていくようなケース、全員というのは多いすぎかもしれないですけどね、でもほとんどの人はそうなるかもしれない、もしくは今のような安心して、明日もまた起きたら明日同じように会社に行けばいいやっていうのがなくなった時に、どういうふうに行動を取るかも考えなきゃいけないし、でもそんな中でもみんなご飯食べるから美味しいもの食べたいし、逆に美味しいものを覚えちゃった人ってまずいもんも帰れないんです、本当に。うちの猫もそうですから、はい、じゃこあげたらキャットフード食わない食わない、猫ですらそうなんですよね。うちの息子もそうです、はい、一度美味しいジュースを覚えちゃったら水なんか飲みません、はい、ダメな親父はここにいますね、はい、可愛いばっかりにね甘やかして、あーどうしようと思ってるけど、まあ可愛いからついあげちゃうんですけど、そんな風にですね、やっぱ美味しいものを知ってると、やっぱ美味しいものを食べたくなる、その持ってる財力の中、持ってる時間の中、持ってる機会の中で、どうにかして環境の中でどうにかして美味しいという感情、喜びをもう一回味わいたいってのは絶対思うんですね。それをどういうふうに我々が提供するか、それを僕たちは考えなきゃいけないんじゃないかなと。お店を作りました、綺麗なお店です、こんなすごいものを持ってます、美しいでしょ、素晴らしいでしょ、乾杯チーンっていう世界をどういう形でそういう方向に転換していくかを、これから本当に頭をもう絞って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 提供していかなきゃいけないんじゃないかなって僕は思ってるので、少なくとも僕は思ってるので、はい、
もともとまあ、あの、本流から離れてるから、全然僕は大丈夫なんで、そういう、別ラインを走っていこうと思います。もともと飲食始めた時も本当に幸せな空間、うん。レストランでね、ものすごいいい思いをしてきて、子供の頃からも、海外でいい思いをしてきて、で、大人になって、初めて行ったフランス料理さんのワゴンデザートにもう心掴まれてしまって、フランス料理すげえって思ったのが、24ぐらいの時。まさか後年ね、その、8年後に、9年後か、ああ、6年後に、自分がシェフの道に進むとは思わなかったですけど。そしてね、今ね、こうやってオーナーシェフになった時に、まさかこんなことで、こんな事態が起こると思ってなかった。今うちは料理、外食以外に通販があったりとか、オンラインの仕事があったり、この YouTube の仕事があったり、いろんなことで、夫婦がね、それぞれ、全力を尽くして、子供たちと生活を支えているんですけど、そういったのがたまたまうまくいってて、今のね、21席だったからやれたんですけどね。はい。料理人である前に、シェフである。私たち、マダムである。二人がですね、自分たちを表現することで今、我々は生きているんです。生き延びようとしてます。だから本当に何を考えてるかっていうオーナーシップがすごく大事。それプラスパートナーシップ。そう。もうね、シェフがキングダム、王様で王国を作ってお前らついてこいっていう時代がね、多分終わるんだろうなと。シェフは責任を取ってこっちに行かないかっていう議長、チェアマンであって、みんながこの人と一緒に行こうって思うような人だけ。がやっぱり生き残り、時代が変わるんじゃないのかなと思います。シェフという名前は、チーフという名前は変わらないけれど、もっとより、意見を聞いたりとか、調整したりとか、できる人を集めてきたりとか、お金を集めたりとか、もっともっとね、そういうある意味そう、CEO、オーナーシェフというよりは、CEO シェフ。もちろんオーナーではあるんですけど、最高経営責任者としてのシェフっていうのは、もっと、重要になってくる時代が来るんじゃないかと思ってるので、今から僕は頭をひねってやっていこうと思います。たとえ、コロナが終わっても OK! 終わらなくても OK! 金融崩壊が起きても OK! 起きなくても今通りの状況でも生きていく。稼いでいく。っていうことはどうやったらできるのか、その4つのマトリックスを埋めながらどんなプランがあるんだろうか。それを考えてやっています。これからね、いろんな時代があるし、僕の言ってることは正しいかどうかは全然わかりませんが、僕はこっちに行くんじゃないかということをですね、時々、2日に1回とか、それぐらいでこのシェフの思考を話していこうかなと思います。誰の役に立つかどうかはわからないですけど、でも、誰かがこれを聞いて、そのシェフが何かヒントを得たりとか、てめえこの野郎、これ違うだろうって、俺見てろって言って頑張って切り抜けてくれたりとか、何でもいいけど、何か一つの波紋を投げかけていくことが、ある意味僕の役目かなと。僕は本当ちょっとね悔しいですけど、本当の生粋のシェフにはなれなくて、うん、やっぱりちょっとアリウのシェフだったんですよね、うん、それは自分でも自覚してます、うん、30歳からやっぱ始めたハンデもあったし、やっぱりね、有能な友人と比べてやっぱり自分は違うんだってすごくやっぱり思う瞬間はすごく多かった。でも自分は生きていく中でどういうシェフを作るのか、オンリーワンというか自分らしいシェフっていうのもあるはずだと思ってずっとやってきました。そんな中でまたさらに自分らしさを、パワーアップしてやっていければなと思うので、またお話をしましょう。またそして考えていること、次々はい出していってアイディアとかも出してみようと思います。具体的にはもう料理を作るだけではなくて、料理作る周辺にいっぱいの仕事を作って、収入源が4つ3つ最低3つ、どれかが倒れても2本の足で立てる三脚経営、そういったものを提案していきたいと思うので、またよかったら見てください。すいません、手振りいっぱいあって見にくいかもしれないですけど、今度はジンバルで撮ります。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も、誰かのために、ボナペティ。頑張ってるシェフ、お願いします。